いますよ、います。待ってましたよ。今日来るって言うから、いやいや来てました。はい、楽しみに来てました。お父さん、はい、気持ちは分かりますか？お父さんじゃない。あなたのお父さんではないですか？第二の人生、井戸田潤、スタート。お久しぶりです。マヤです。もう割とやりとりだ。お父さんにあれですけど、娘さんから聞いてらっしゃいますか？聞いてないです。あ、まだ言ってない。まだ言ってないですね。まだ言ってないです。そうだよね。まだ言ってない。もう男の私からということで。そういうことですね。はい、はい、本当でしたらね、スーツで来るところなんですけども、はい、こうちょっとこういうガレージということでこういう格好になりましたけど、はいはい、非常にあの時楽しかったね。いや、楽しかったです。楽しかったです。楽しかったそうですよ、はい、見てて、うん、そうなんですよ、はい、こんなに初めて会ってビッタンコ相性来るかなということで軽い感じですねちょっとね、やっぱ照れがあるんですけど、まだ、はい、このしっかり言わせてください。はい、真剣に、うん、お付き合いさせてください何言ってんですか。いや、まあまあ、それはもう本人の自由なんで。いいですか、はい、本人たちで良ければ決めてください。あ、良ければいい、うん、じゃあもう決めちゃおうか、うん、改めて言わせてください、伊藤田潤一度ちょっと失敗してますが、ね、これ未来のために、はい、二人の未来のために、はい、お付き合いしなさい。ごめんなさいまあ本人が決めることですから、はい、恥ずかしいよカメラの前でお父さん前にこれ振られて俺恥ずかしいねもうやめていいかい違うでしょって何よ。台本に書いてあったからやってんだよこっちは。今日そんな告白じゃないんですよ。あ、違うんですか。長々失礼しました。で、今日どうしたんですか。今度今日はですね、はい、私のガレージ前止め選手権で、うん、私井戸田が、うん、乾杯しまして、うん、本当ですね、あれかなり前の方ズズズズズズって言ってしまったんですよ。あれとても40代の男のやることじゃないですね。あれそうです私から行きますよ。いや、俺から行くよ。私から行きます。いや、俺から行くよ。じゃあどうぞ。娘さんにこれからもこのチャンネルに準レギュラーとして出ていただけないかなと思いまして、はい、まあ、それはだからその彼女が決めればいいんじゃないですか。大丈夫ですか、はい、彼女が出たいんだったら出してもらうし、はい、興味ないんだったらやめればいいしみたいな。違うんですよお父さん。違うんです。そこを背中を押してほしいんですよ。あ、俺がそうですよ。いや、うちはほらもう自由にやってるから、うん、今まではそうかもしれませんけど、うん、これに関しては押してください。あ、じゃあこうすればいいんじゃないですか。どうしましょう今日、はい、マーヤとシミュレーターでちょっと対決して、マーヤ勝ったらもうマーヤの言いなりになるこういうのはどうですか。え、このチャンネルが乗っ取られるみたいな。か、逆にそうかも、そうかもしれない。要するにシミュレーターで負けたら、うん、マーヤちゃんが MC になって、うん、あなたがアシスタントというか、うん、MC は早いよ回せないですよ回せます、うん、回せる。全然回せます。まあ、まあ、とりあえず対決しましょう。対決してどうかで決めましょう。わかりました、はい、この間だって前止め負けてんでしょ。前止めビッタンコ、俺チャンネルの盛り上げるためにわざと負けてますから。あ、確かにあれわざとっぽかったよねあんなもんわざとに決まってますよお父さん、ね、あ、だって言ってたじゃん。だってこういう時の芸人のあれを見せてやるとか言ってすごかったもんね、うん、はい、ツッコミが、はい、タレントってこういう時むちゃくちゃ強いから。あ、本当ですか。やだ、なんか緊張する。その5センチ、いやこれ絶対無理だろうって言って、はい、それ超えてくるからちょっとだけ、あれはもう前で大きく振っといて失敗するっていうバラエティのもう上等手段。なるほどね、なるほど、わかりました。じゃあシミュレーション対決させてください。でもその前にちょっとガレージを見せていただきたいなと思いまして、はいはい、視聴者の皆さんも非常に興味があると思います。ないやつ似合うじゃないですか。めちゃくちゃいいじゃないですか。似合いますよ。それでもし売るとしたら